はい、皆さんこんにちは、浦和学院としです。今日はちょっとしたこう実験をしていきたいと思います。ここにお花屋さんならみんな知ってるカトレアホルダーというこういう道具があります。これは、まあ、ここの中にお水を入れてここにお花を刺すんですね。ここに穴が開いてますので、ここにお花を刺します。そうするとこうステムの短いお花もこう長くなって、こう大きいね、よく回転なんかに刺してあるアレンジなんかにこう刺せるっていう優れものなんです。ただこれね、結構いっぱい回転のお花とかが出たりしたり、あとお葬式なんかのお花がいっぱい出たりするといっぱい使うんですよ。そうすると何がめんどくさいかというと、実はこの中にお水を入れるのがものすごくめんどくさいんです。なので今日はどの方法が一番このカトレアホルダーの中にお水が早く入るのか、それを検証していきたいと思います。ではここにね、今10本ずつの束が3つありますんで、3つの方法を試してどの方法が一番早いかを検証していきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。こればかりはね、ちょっと水屋のところに行かなきゃいけないんで、まあ、こういうスタジオセットのところじゃなくて水道に行きます。水道のところに行きます。はい、今ねこの流しのところに来ました。ちょっとこうゴタゴタといろいろと置いてあるんですけれども、まずここでこのストップウォッチを使って水を入れる速さを測りたいと思います。まあ通常これはこのようにここのキャップをね外してここにこう水を入れるんですね。なのでまず最初通常通りのこれね、今回1本だけだと何だろうな、こう時間の短縮がどのだけ短縮できたのかというのがわからないんで、10本単位でやっていきたいと思います。なので10本キャップを開けてお水を入れて、そして蓋を閉めるまでを測ります。で、このホルダー目いっぱい水を入れると花を刺した時に全部水がこぼれてしまうので、大体8分目ぐらいまでね入れたいと思います。では最初のこの10本、蓋を開けて入れる10本をやってみます。用意スタート。はい、できました。はい、10本入りました。ね、タイムは結構やっぱかかってますね。1分29秒50。はい、では次に、まあここに先ほども言ったように小さい穴が開いてますよね。開いてるので、これを外さないでこの隙間から水をこう入れていく、この水道を出しておいて入れていく方法があるんですね。この方法で10本入れてみます。じゃあリセットして、ではいきます。用意スタート。やりました。全部入ってますね。はい、全部入ってます。タイムがだいぶ短縮されてますね。はい、26秒81です。はい、次にこうお水を張った桶を用意します。そしてこのお水を張った桶に、これを、まあ、このように入れて、中に水
を入れる方法がちょっと荒技っぽいんですけどあるんですね。これを試してみたいと思います。これはそう、ちょっとうちのね、ヌフラワーの吉田タスク案なんですね。ちょっとこれを検証してみます。これをこう入れるだけなんですよね。ちょっとやってみます。ではいきます。よーい、スタート。全部入りました。でタイムはお、すげえ、9秒53ですね。これはもう断トツ早いですね。はい、こちらで検証が終わりました。このように30本ともちゃんと水が入ってます。で結果は、まあ、普通にキャップを開けた場合が、まあ、約1分半ですね。1分29秒50。でキャップを開けないでこのキャップの隙間からねお水を出したやつが26秒81ですね。約30秒です。で最後こう溜めた水にこうガカガカガカって逆さまにね、さっき見せた方法ですね、あの方法だと9秒53で、多分ね僕ねこう水が入ってるの分かってないんで10秒ぐらいやってしまったんですけど、多分あれ5、6秒入ってたんじゃないかと思いますね。なのでこう溜めた水に逆さまにしてガン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 ってやるのが一番早いです。ダントツ早いです。もう10秒かかんないです。10本入れるのに10秒かかんないんで、多分あの方法だと30本ぐらい持っても同じ方法で全部入っちゃうんじゃないかと思います。だから持てば持つほどどんどん短縮、1本あたりの時間は短縮されていくんじゃないかと思います。なのでこうカトレアホルダーに水を入れる一番早い方法は溜めた水に逆さまにこうさっきみたいに入れる方法ですね。この方法が一番早いです。なので皆さんぜひその方法で試してみてください。では今日はですね、カトレアのホルダーに水を入れるのはどうしたら一番早く水を入れられるか、その検証をしてみました。まあ、フラワー TV ではもちろんね、皆さんにお花のアレンジとか花束の作り方も教えますけれども、こういう役立つ方法、普段の仕事に役立つ技術も教えていきたいと思います。なのでぜひこれからも楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。あの方法は半端ないね。